大正デモクラシーとは、日本で1910年代から1920年代にかけて起こった、政治、社会、文化の各方面における、民本主義の発展、自由主義的な運動、風潮、主張の総称である。忍聖三郎、大正デモクラシー氏がこの言葉の書室である。何をもって、大正デモクラシーとするかについては、諸説ある。 政治面においては普通選挙制度を求める、不戦運動や言論、集会、結社の自由に関しての運動、外交面においては国民への負担が大きい海外派兵の停止を求めた運動、社会面においては男女平等、ブラック差別解放運動、団結権、ストライキ権などの獲得運動、文化面においては自由教育の獲得、大学の自治権獲得運動、 美術団体の文部省支配からの独立など、様々な方面から、様々な自主的集団による運動が展開された。対象で目らしいと呼称されるべき期間もいくつかある。第二次、桂内閣への当格運動から治安維持法の制定まで、1905年から1925年とする説。第二次、桂内閣への当格運動から満州事変まで、 1905年から1931年とする説。侵害革命から治安維持法制定まで1911年から1925年とする説。第一次世界大戦終結から満州事変まで1918年から1931年とする説。など、その定義内容に応じて変動するが、いずれも侵害革命から 治安維持法制定までの時期を中心として、1917年のロシア革命や、1918年のドイツ革命と、米騒動を民主化運動の中核とみなす点においては共通している。デモクラシーという言葉は当時実際に流行したものである。大正デモクラシーという名称は、歴史学者の忍ぶ聖三郎が1954年に、次女、大正デモクラシーで、 その故障を提唱して、以来、定着した語である。ただし、その定義や、内容も曖昧であることや、対象年間が始まる前からの動きであると見る、点から、江口慶一、井上清伊藤隆などこのごを不適当であると否定する、歴史家も存在する。ポツダム宣言が第10条で、日本政府は、日本国国民における、民主主義的傾向の復活を強化し、 これを妨げる、あらゆる障害は排除するべきであり、言論、宗教及び思想の自由ならびに、基本的人権の尊重は確立されるべきと言及しており、邦がは、この当時すでにあったことを伺わせる。日露戦争終結後、国際的緊張関係は緩和に向かい、1905年には、東京で、 中国同盟会が結成されるなど民主主義的自由の獲得を目指した運動が本格化していった。一方、アジアで数少ない独立国で、かつ唯一五大国に入る先進工業国かつ資本主義の急速な発展と成長は、日本の国民に政治的、市民的自由を自覚させ、様々な課題を掲げた自主集団が設立され自由と権利の獲得。 抑圧からの解放に対して小高に叫ばれる時代背景が出来上がっていった。このような状況の中で、1911年に新朝の四川省で発生した鉄道国有化の反対運動をきっかけとして、侵害革命が勃発し、中国革命同盟会が中核となった革命軍は、翌1912年に成長を倒して中華民国を樹立した。 この中国情勢の混乱を勢力喧拡大の後期と判断した陸軍大臣の上原祐作は第二次西恩寺内閣に対し朝鮮半島に二個師団を新設するよう提言した。しかし西恩寺は日露戦争を要因とした財政難や国際関係の問題などを理由に拒否したため上原は軍部大臣現役部官制を利用して 西恩寺内閣を内閣総辞職へ追い込み、陸軍主導の内閣を成立させようと格索した。こうした背景の中、長州藩発出身で陸軍の影響力が強い第三次、桂内閣が組閣された。この桂内閣に対し国民世論の批判が高まり、また衆議院でも衆議院議員の尾崎幸雄や犬飼、武志らが藩発政治であるとして、桂内閣を批判し、 1912年、抜族打破、憲政擁護を掲げた第一次五権運動が展開され、桂内閣は組閣してからわずか53日で内閣総辞職に追い込まれた。続いて設立された立憲政友会を与党とする第一次山本内閣は、軍部大臣現役部官制の廃止など、陸海軍の内閣への発言力を弱める改革に着手したが、 海軍高官の贈賄事件の影響により再び国民の批判を招き、1914年に内閣総辞職を余儀なくされた。1913年、石田雄次らによって言論雑誌第三帝国が刊行され、また第一次世界大戦下の1916年には東京帝国大学の吉野作造により民本主義による政治が提唱されたこと等を背景に、 次第に、不戦運動が活発になっていった。また、1912年3月、見延辰吉は、憲法講話を表し天皇機関説を提唱した。それは、天皇主権説に反対し、議会が独自の機能を持つことを理論的に基礎づけ、国家が統治権の主体であるべきと主張し、政党内閣制を支持した。この説に対して、上杉新吉は、 天皇主建設の立場から批判を行ったが、天皇期間説は、議会政治を実現する上での憲法解釈上の大きな根拠として、たびたび取り上げられるようになった。また吉野、美野辺の両人に加え、中央大学出身の長谷川女世官や、早稲田大学出身の大山彦といったジャーナリストや、学者の発言もあり方に大きな影響を与えた。 1917年のロシア革命に橋を発して、同盟国のイギリスやアメリカの要請を受けててらうち、内閣により、第一次世界大戦終結直前の1918年7月12日に、シベリア出兵宣言が出されると、需要拡大を見込んだ商人による米の買い占め、売り惜しみが発生し、米価格が急騰した。そのような中、富山県で発生した米ドミアと住民の騒動は、 しばたたく間に全国に広がり込め問屋の打ち壊しや、焼き打ちなどが2ヶ月間にわたり頻発した。戦争による格差の拡大、新聞社に対する言論の弾圧などの問題を、はらんだこの騒動は9月21日、寺内内内閣の総辞職をもって、一応の収まりを見せ、ついに、 平民最小と呼ばれた原敬氏による日本で初めての本格的な政党内閣が9月27日、組織されるに至った。1923年12月27日に発生した南波大輔による殺傷、広人新郎狙撃事件により、当時の第二次山本昆米内閣は総辞職に追い込まれ、数密院議長であった清浦慶吾の内閣が発足した。 しかし、清浦内閣はほぼすべての閣僚が貴族院議員から選出された朝鮮内閣であり、国民の間で再び憲政擁護を求める第二次五憲運動が起こった。その結果立憲政友会、憲政会、革新クラブの五憲三派からなる加藤公明内閣が成立し普通選挙法が制定され、財産によって制限される制限選挙から、 万25歳以上すべての男子に選挙権が与えられることとなり、アジアで初の男子普通選挙が実現した。しかし同時に、ロシアでソ連が誕生したことにより、国民の一部に石化思想が広まり、共産主義革命の発生や、天皇制及び国家浸透の動揺を懸念した政府は、治安維持法を制定し、共産主義的な運動に対しては、規制がかけられる形となった。 対象デモクラシーは、戦後民主主義を形成する依存として、大きな意味を持ったと指摘する論者も、ライシャワーを、はじめ数多い。また、石橋丹山は、次長、対象時代の新評価において、対象時代を、デモクラシーの発展史上特筆対処すべき新時期と評価している。一方で、この思想を基本とする保守派知識人たちは、戦後世代から、オールドリベラリストと呼ばれる。 東山茂げ今井誠一、藤原明、昭和市、審判岩波書店、岩波新書355,1959年13ページ、占領1945から1952、戦後日本を作り上げた8人のアメリカ人、ハワードショーンバーガー著、宮崎明役、時事通信社、1994年、11から13ページ。ありがとうございます。